2024年確実に流行るカーポートなので、皆さん覚えておいてください。どうも、みやです。本日はですね、2024年最新版のおしゃれな車庫、おしゃれなガレージカーポートですね、トップ5をランキング形式でお話をしていきたいと思います。皆さん、ガレージで迷っていたりとか、車庫周りで迷ってる方多いんじゃないでしょうか。カーポートやガレージって種類が多すぎて、何が良くて何が悪いか分かんないですよね。自分に合う家のガレージだったりカーポートっていうのはですね、僕が厳選しておすすめの商品、おしゃれなものですね、トップ5ランキング形式でお話をしていきたいと思いますので、必ず参考になると思いますので、ぜひご覧ください。結構ね、車庫選び間違える人多いんですよ。これを知らないで一回カーポートつけちゃって撤去して、またこれで100万円損したとかね、そういったことになりかねないので、リフォームの手間を省くためにも最初から適切なものを選ぶことをお勧めしております。では早速行ってみましょう。まず皆さん、ガレージやカーポートいろいろあると思うんですけども、まあカーポートだとして選び方って迷いませんか？例えばカーポート選ぶ基準、皆さんカタログあんだけあって分厚い辞書みたいですよね。あれから選ぶのって至難の業で、人によって選ぶポイントも違うんですよ。僕そのポイントをですね、3つですねまとめましたので、これをご紹介していきます。まず1つ目コスト重視の方、2つ目耐久性重視の方、3つ目デザイン重視の方、このカテゴリーに分けて選んでもらえればいいのかなと思います。まずコスト重視の方に関しては、いわゆるリクシルさんですとネスカだったり、三強さんだとスカイリード、セルフィーだったり、この辺りのカーポートを指します。耐久性重視だと折半カーポート一択から、デザイン性重視の方はカーポート SC だったり、三強さんだと F2 だったり、ユースタイラーですと、この辺りが王道なのかなと思っております。まあ、このようにですね、カーポートにも向き不向きや得意な部分っていうのが個々違う部分があります。カーポートもね、20万から300万ぐらい幅広かったりするんですよ。なのでここで間違えちゃうと大損を超えちゃうことがあるんですね。この辺りはしっかり選ばなきゃ損しちゃいます。カーポートの、特集をね、過去の動画でもお話ししてますので、ぜひカーポートの動画をご覧ください。では早速ね、車庫についてもお話をしていきたいと思います。今回は車庫トップ5でランキング形式でご紹介をしていきたいと思います。今日もね、いつもみたいに画像ベースでお話しますので、ぜひしっかりご覧いただけたらと思います。まず5位ですね、稲葉物置さんのタフレージというガレージとなります。カタログで見るとこんな感じで結構かっこいいですよね。結構こう仕様とかにこだわったガレージかと思います。安心安全頑丈の設計となっております。ガレージといえば強度ってもちろん重要ですよね。そもそも皆さん、ガレージの定義ってわかりますか？考えてみてください。ガレージは何かというと、3方壁で囲われていて、屋根もあって、なおかつシャッター完全に塞がっているものです。これをガレージと言います。カーポート逆に何かっていうと、壁がないんですよ、屋根だけあるやつ、これをカーポートと言います。ガレージに関してはメリットを言うと、完全に風や雨から守ることができます。画像見てください。強度もしっかりあって、完全に囲まれているので、雨が入ることもないし、風が当たることもない。なので車を安全に守ることができ、なおかつプラスアルファで、いわゆる車のメンテナンスですよね、劣化を防ぐこともできます、防犯にもつながるという優れた商品です。なので車好きにはガレージがおすすめしてます。で、基本的にガレージは1台から4台などね、いろいろこう連結して増やすこともできます。大体2台をつける人が多いんですけれども、また大きく分けてシャッタータイプ、オーバースライドタイプとシャッタータイプがあります。オーバースライドタイプっていうのは、巻き取り型のシャッターじゃなくて扉ごと上にずれるんですよ。扉ごとずれるって気になる人いると思うんですけど、本当そのままで、スライドのレールがついていて、扉がグワーって上に上がってスライドしていくイメージです。簡単にシャッタータイプって何かというと、巻き取り式でガラガラとこう巻き取るようなイメージですね。なのでデメリットとすると、ちょっと音がうるさいとか、巻き取り傷がシャッターにつくとか、こういったデメリットあります。ただね、オーバースライダーより値段は安かったりしますので、そこまでこだわりながらシャッターでもいいのかなとは思います。これ見ていただくと分かるんですけれども、オーバースライダーを好む人も結構多いんですよ、中には。これは本当こう人によるこだわりポイントなので、どっちがいいとかないのかなとは僕は思ってます。オーバースライダーの方が本当値段は高いので、これ値段見てください。1台用ですね、 WGD3658MPタイプですね。間口が3886、奥行きが5886という、まあよくある一般的なサイズ、1台用ですね。これで定価で196万円、結構高額です。1台用でこれは結構高いんですよ。2台用でもですよ、 WGD5458MP タイプ、定価で242万8000円という価格帯、結構高いですね。これも値段張ってきます。じゃあ反対に比較してシャッタータイプはどうなのかというところですね。シャッタータイプがさっきとサイズが比較できないのが難しいんですけど、間口が3886、奥
奥行きが6686ってかなり長いので単純比較できないんですけど、単純に値段がね215万円ぐらいにはなってます。このタフレージっていうガレージがそもそもがですね、軽量鉄骨造のガレージなんですよ。新商品ではあるんですけれども、なので通常のガレージより耐久性などに優れているガレージとなります。なのでね、今までのガレージよりちょっとこう高いです、ぶっちゃけ値段が。であんまり出ない仕様ですね、正直言っちゃうと。だから僕もまだ使ったことがないんですけれども、まあ、リモコンのスイッチとか通常の機能に関しては普通のガレージとは一緒にはなってます。で、見た目デザイン的に言うと軽量鉄骨ではありますので、重厚感はそれなりにある仕様なのでかっこよくはなっています。ただ値段が高いということもありますので、ちょっと今回ランキング第5位とさせていただきました。第4位です。ヨドコーさんのこちらラビージュ3というものをピックアップさせていただきました。ラビージュはね、昔からある商品で僕もよく使うんですけど、まあ、改良を重ねて今3という名前にはなってます。ガレージなんですけど、さっきのねタフレージとはまあ少し違う商品にはなります。ヨドコーさんって結構こうパネルのカラーデザインにも特化してますので、色味ですね3色展開あります。メタリックグリー、スミ、ダークウッドって、まあ分かりやすく言うとシルバーと黒とブラウンっていう色展開ですね。ブラックだとすごいモダンチックなかっこいいイメージで、ブラウンだとまあ木目っぽい感じの綺麗な形のダークウッドになってます。この木目の表面部分ちょっとこだわってるみたいでして、まあ、独自のですね塗装などを使用してよりリアリティのある耐久性に優れた木目を再現してますということで、ヨドコさんこの木目の取っ手扉にはこだわってるポイントでありますので、この木目調を選んでいただけると稲葉さんとは差別化しやすいのかなとは思います。価格帯に関してはさっきと全然値段が違います。こっちのがねだいぶお値打ちです。さっきの話で似てるサイズ感で言いますと、間口がですね 3353.5、 まあ3300ですね。で奥行き 5.9 のものでも1台用ですと61万8000っていう税抜きですね。あの3分の1ぐらいの価格になりますので、まあよく出ます。このラビージュの方がデザインとかコスト面を考えてもこれは結構お値打ちですし、見た目もいいのでかなり僕はよく提案させていただくガレージとなっております。衣装性がいいんですよ。ラビージュのすごいメリット、大きいポイントが何かっていうと、ドレスドオプションというものがあります。これ何かっていうと、正面だけに関しては標準パネルで色を選べる、こだわれるんですけれども、見てくださいこれ、皆さんかっこよくないですか。これこんな感じで中の内装から外装までコーディネートすることができるんですよ。どういうオプションかというと、外装の側面と後ろもこんな感じでパネルみたいな形でデザインすることができます。オーバーコートつってね、化粧できます。単純に黒とかシルバーとか選ぶことができますし、なおかつ中もこだわりたいじゃないですか皆さん。車好きの方なら特になんですけど、家も同じで内装もこだわってクロスとか皆さん考えますよね。それと同じでガレージの中の色もこだわれるということです。このように色のこだわりプラス木目調のプレミアムカラーというものもありますので、このあたりチョイスするとまたよりね他と差別化することもできますので、面白い感じにはなりますね。でこれ参考価格変えてますので、ぜひ参考にしてみてください。オーバーコートということで、両側面ですね、ベーシックで33万円。後ろ面ですね、9万4000円。ということで、合計ですね、税抜きにはなるんですけど、92万6千円みたいな形で、100万切るぐらい税抜きにはなるんですけど、これだけ後ろと両側面、コーディネートすることができます。外装のみですけど、内装とかやり出すともうちょっとかかっちゃうんですけど、このあたりはもう予算感とか、自分のこだわりに応じてチョイスすることができます。ヨドコーとか結構こだわるとキリがないんですよ。オプションとかにたくさんあって、オプション豊富だと思いませんか。雨どいがあったりとか、何につけていいか分かんないですよね。ただ化粧デザインこだわりたいっていう方にはこれがおすすめです。ドレスとオプション覚えておいてください。これがねヨドコーさんの大きなポイントかなとは思います。続いて第3位ですね、稲葉物置さんのガレーディアという物置になります。皆さんガレーディア聞いたことある人多いんじゃないでしょうか。これね結構定番、今まである一般的なガレージになります。ヨドコーさんと何が違うのって思う方も多いと思うんですけれども、ヨドコーさんに関しては木目のカラーバリエーションがあったりはしたんですけれども、稲葉さんはそういった木目はないです。逆にまあ白とかメタリック調のゴールドっぽい扉があったりとか、100人乗っても大丈夫とかテレビシーンもあると思うんですけれども、まあ、そういったことで耐久性にも特化している、どっちかっていうとその機能面とか耐久性そっちに力を入れているメーカーさんになりますね。先ほどお話ししたような同じようなサイズ感ですね、間口まあ3m 3130、奥行き 6m ぐらいのものでも GRL3162S スタンダード型ですね、定価で63万7000円、これぐらいの費用感になってます。なので値段も安いですよね。で色も選べます。5色展開、専門的なお話になっちゃうんですけど、 CS、UG、SW、SM、SG という形のカラーバリエーション、これ受注色と標準色あるんですけど、値段が高くなるとかじゃなくて納期がかかるという意味ですね。で雨問いとかオプションするとまた別途費用がかかりますので、このあたりオプションも豊富なのでぜひチェックしてみてください。結露軽減剤とかそういったオプションがたくさんあります。なのでコスパもいいので一般的なガレージっていう感覚です。これはで1台用2台用といろいろ選べますので、皆さん土地だったりとか何台持ってるかに合わせて選んでみてはいかがでしょうか。はい、続いて
第2位おしゃれガレージなんですけど、スタイルコートという商品です。これリクシルさんですね。基本的に定番商品でヨドコウさん、稲葉物置さん、皆さん思い浮かべる方が多いと思うんですけど、実はねマイナーなんですけど、リクシルさんもガレージ出してます。これすげえ昔から、10年ぐらい前からあります。これねどっちかというとあんまり出ないです。理由としては大体イメージつくと思うんですけど、高いんですね。おしゃれさを追求したい方であれば、このスタイルカード好きな人も多いので、刺さる人にはすごく刺さるガレージになってます。見てください、折り戸パネルみたいな形で扉がこう開くんですよ。で中も棚とか設置したりとか、窓ガラスとか天井のパネルとかね、照明とかいろいろこだわることができますので、まあ、アメリカンな形で車特化の方、物置だけだと絶対もったいないですよ皆さん。とにかく車をこだわって自分のお部屋としてもガレージをこう使いたい方、小道具だったり DIY やったり車の整備とかね、皆さんそういった方好きな人も多いと思うんですけども、これできるとすごく生活の質も上がると思いませんか。で皆さん該当するかとそういうわけじゃなくて、好きな人には本当好き好まれるというガレージになっています。カタログにもこのように書いてあって、趣味の作業場所プラス自分の居場所イコールガレージリビングという新空間というコンセプトで提案してます。このような形で折り戸とかにもできますので、こう作業するときは扉を開けてね、開放的に作業しながら、かといって雨だったり風を防ぎたいときには閉めてあげるとかね、ペフ付きというオプションもありますし、屋根のオプション、これをつけることによって結露を軽減することにもできますし、換気扇とか上げ下げ窓、いろいろもう幅広く取り入れることができますので、本当好きな人はご指名で買われる方がいるようなカーポートになります。ただ値段がね、さっきお話したように高いんですよこれ。それがね当たり前ですけどネックではあるのかなというところですね。ペフ付きで3460というサイズにしましょうか。定価で244,400円、それぐらいの費用感になってます。さっき数十万単位だったのが200万って一気にね、はい、3倍ぐらいしますので、あまり出るカーポートではないっていうのがリアルですね。これは正直なところなので、このあたり今日僕の動画見てもらって、カタログ見てこれ気になる方であれば全然提案することはできます。まあ工事費とか考えても200から300万ぐらいの費用価になってくるのかなと思います。スタイルコードつける方で当然皆さんそれだけガレージにこだわるってこと、オフションもこだわりたいじゃないですか。まあ300万弱ぐらいの感覚かな、イメージそれぐらいの費用価と思ってもらえればいいのかなと思います。続いて第1位です。これ僕この間やったんですけれども、稲葉物置さんのアルシアです。これはねちょっと他と差別化めちゃくちゃしてかっこいいです。値段はね当然コスパいいとは言えないですよね。やっぱりそんな安くはないです。ただかっこいいんで人気かなと思います。1台用で、間口3253、まあ一般的より広いぐらいですね。奥行き5570、まあ広いですね。これでタイプ A、B ってあるんですけれども、タイプ B で177万円、タイプ A です150万円という費用感になります。タイプ A というのはいわゆるスタンダード普通の仕様です。タイプ B 反対に何かというと、天井にルーバーがついていたりとか内壁がついている、まあおしゃれなものですよ。上質な空間、上位モデルと定義されているのがこのタイプ B の仕様です。タイプ A でもそもそも通常のガレージオプションは豊富です。具体的に何かというと、リモコンシャッター、これ送信機、まあこれ標準ですね、シャッターケース、結露軽減剤、扉っていうところですね。これがセットで付きます。最低限押さえておいてほしいオプションは必ず標準で入ってくるというイメージです。なおかつ外装内装シャッターケース、おしゃれじゃないですか皆さん見てもらって。この高級感あふれるガレージをつけることができるのがこのアルシアというガレージになります。でシャッターのね、これねハイスピードシャッターって言ってスピード速いんですよ。リモコンを押したら従来品の2倍の速度で開閉してくれる。水切り部分とシャッターレールに関してアルミ製なので劣化も防ぐことができるという、すごくね細部にこだわった仕様になっています。2台用だと費用感ですと、だいたいねタイプ A の一般型ですと264万3000円、タイプ B で318万9000円という形ですね。先日僕実際に3台を設置させてもらいました。タイプ B の3台用ですね。これもかっこよかったので、ちょっと実際のね実例載しておきます。こんな感じです。カタログ通りかっこいいですよね。これを見ていただいてすごくこれが欲しいっていう方もいるぐらいなので、車が好きな方っていうのはねすごくガレージこだわってる印象がありますので、外車乗ってる方ですごく車大切にしたい、なおかつガレージもねかっこよくしたいっていう方にはアルシアすごくおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、ガレージトップ5ご紹介させていただきました。ただね、今ガレージは聞いたけれども、カーポートだって知りたい人いるじゃないですか。組み合わせでガレージとカーポートのセットを購入する人も多いです。他にもガレージはいらないけどカーポートは欲しいよっていう人もすごく多いです。なのでそういった方向けにカーポートですね、これも紹介していきたいと思います。いつもデザイン性とかコスト重視はお話してますので、たまには耐久性に特化したカーポートも知りたくないですか。これご紹介していきたいと思います。まず一つ目がですね、これ三強アルミさんのビームスです。たまにカタログベースでご紹介させていただいております。
ます。これ具体的にどういった商品かっていうと、これもねほぼ折半カーポートの商品です。これをね見せ方を変えている商品かなと思います。スタンダード仕様とプレミアム仕様という形で天井材があるがないみたいな形で変化してつけてます。スタンダード仕様はこんな感じの見た目です。まあこれでも十分かっこいいと思いませんか。僕はこれでもいいと思うんですけど、プレミアムタイプ選ぶ方も多いです。よりねフラットな形で高級感を出す演出のプレミアムタイプです。定価で言うと60万ぐらい下がられます。このビームスのいいところっていうのは見た目のスタイリッシュさ、普通の折半カーポートよりもおしゃれな感じ演出ができます。これねリアルの方がすごく感じますので、カタログじゃ分かりづらい部分です。風速もね46メーターまで対応してます。めっちゃ強いですよ。46メーターの風速ってなかなかなので、この耐久性は他にはないんです、おしゃれカーポートには。なのでおしゃれと耐久性を兼ね備えたカーポートでいうと基本的にこれが一番いいと僕は思ってます。皆さん大体やっぱこうお値段も気になるじゃないですか。5555間口5500、奥行き5500のモデルですね。本体価格が81万1900円、プラス屋根ペフなしでも大丈夫です。35万100円、合算すると定価で110万6200円という定価になります。大体ね皆さん外国業者さん 40% から 50% ぐらいが相場かなと僕思ってますので、これぐらいの 40% オフだと大体ね69万6120円、それぐらいです。プラスね工事費でまあ10万から15万ぐらいかかるのかなと思いますけど、まあ、そうすると80万弱ぐらいで購入できるぐらいのイメージですかね。これがビームスっていうスタンダード商品となります。今3挙のビームスを見ていまいち刺さんないよって思った人も中にいるかもしれませんので、もう一個とっておきのカーポートありますのでご紹介したいと思います。 YKKAP さんの G ポートプロという商品になります。こちらですね、かっこいいですよね。これ木目調の天井で、でもこれ折半なんですよ。どういうことかというと、それだけ耐久性にも優れているということなんですね。見た目全然違いますよね。この木目調の演出もできますので、今後ね多分どんどんこれがね主流になっていくと思ってます。僕は単純にコスパもいいんですよ。まず商品代、 G ポートプロ5555、間口5500、奥行き5500、本体価格が619,700円。屋根材ですね、細かい仕様でポリカイネとか挟むことできるんですけれども、普通のお値打ち価格にするとスチール折半設置しまして、定価でですね93万3800円。これめっちゃ安いですよね、折半の定価で。これのさっき言った 40% オフ、56万280円ぐらいになります。めちゃくちゃ安いです。これで折半が買えると思うと、普通のネスカのプラス10万ぐらいするとこの折半買えると思うとめちゃくちゃ安いので、これはね今後もっと流行ると僕は思ってます。基本的にこのねいろいろタイプがあるんですよ。耐久性重視の7500とか900とか、これは耐久性の問題なので地域によります。ぶっちゃけ雪国くんに関しては耐久性上げた方がいいと思いますので、このあたりはね各外交屋さんに耐久性の重量ですねは相談してみてください。耐久性高いおしゃれなカーポートもご紹介させていただきました。もうこれで十分だと思うんですけど、まあせっかくなので僕がよく使う、まあ、注目しているカーポートも実はありまして、僕今までよくリクシルのカーポート SC のご紹介したじゃないですか。今年からね三強の F ツム2台用が出まして、これがめちゃかっこよくて、リクシルの SC ってこう横を斜めってるんですよ、2台用でも F ツムねまっすぐらしくて、これはね多分 F ツムが今後主流になっていくのかなと思います。なので今後はもう多分このカーポートが一番売れることになると思うので、まだ値段発表されてないんですけれども、基本これが売れていくと思います。価格出たらまた情報アップしたいと思うんですけれども、こんな感じですね。これかっこいいですよね、まっすぐなフラット屋根。これまたね速報出ましたらご紹介していきたいと思います。2024年確実に流行るカーポートなので皆さん覚えておいてください。今カーポートとガレージの話2つしたのが理由があって、なんでかっていうと、カーポートとガレージの違い皆さん分かりますか。何か実は大きな違いがあって、壁があるかないかでしょって思うじゃないですか。当然それはそうなんですけど、もう一個皆さん見落としがちなポイントがあって、何かっていうと固定資産税です。カーポート固定資産税かかんないんですよ、ガレージは反対にかかるんですよ。なぜかというと固定資産税の定義付けがあって、具体的にどういった条件で固定資産税かかるかというと、しっかりした基礎があって壁で囲われています、でなおかつ屋根がありますっていうことですね。全部とカーポートは壁で囲われてないじゃないですか、なので該当しないんですよ。反対にガレージで該当しちゃってますよね。外交設備で唯一固定資産税がかかるアイテム何かっていうと、このガレージに該当します。ガレージ固定資産税かかるんですか、知らなかったっていう人が多いと思うんですけれども、これ覚えておいてください。過去に僕のお客さんでも設置するとき何も言われなかったみたいなんですけれども、後々税務署が来て該当しますと言われてガレージで固定資産税かかるようになったっていうケースもありますので、まだたまたまかかっていない方も航空写真とか撮られてそこで課税対象になることが一般的なので、今来てなくても将来的にかかる可能性が高いので、これを覚えておいてください。
はい、ということでね、今日はね、ガレージとカーポートの違いだったり、ランキング形式でガレージのおすすめ5つご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。他にもね、固定資産税についても解説させていただきましたので、よくわからないっていう方ね、もう一回繰り返して確認していただけると、より自分の中でね、勉強学びになるかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またね、皆さんからコメントもらえるのがすごく生きがいなので、ぜひコメントお待ちしております。皆さんの体験談、失敗談、悩んでることあれば、ぜひこれもね、コメント欄の方で教えてください。また概要欄の方に公式 LINE のリンク貼ってあります。登録していただきますと、施工事例集ですね、90ページの大特典プレゼントしてます。他にも基礎商品、特選商品、チェックシート、登録していただいた限定の特典動画もプレゼントしてます。他にもね、やっぱり動画で言えないようなこと、裏話もね、公式 LINE ではこっそり教えたりしてますので、こちら LINE 登録の方もぜひお見逃しなくお願いします。またこのチャンネルで失敗しない、後悔しないための外交作りについて発信しております。僕はなぜ YouTube で発信してるかというと、全国47都道府県にね、このうちの株式会社のようで外交会社をね、普及したいと思ってますので、ぜひ皆さんのね、加盟店様もお待ちしておりますので、ぜひこちらも募集しております。お待ちしております。皆さん、全国都道府県制覇できるように、皆さんもぜひ応援してください。一緒に。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。はい、OK です。いや、死んだ死んだ死んだ、もういいでしょ。一人でお話してるんでね、結構今日しんどいですね。まだまだあるんで頑張っていきましょうか。いきましょうか。